はい、どうも皆さんこんにちは、エイトです。まず最初にですね、ここ最近話題を、集めていることに関しまして、不快な思いをさせてしまった皆様、本当に申し訳ありません。これからね、もっと自分の行動を考えて、自分としてはヒール役としてヒールに徹することでジュラシックカップをこうどんどん盛り上げれるかなと思ったんですけど、盛り上げ方に、問題があったということで、モラルのないことをしてしまい本当に申し訳ありません。不快な思いをさせた皆様、本当に申し訳ありません。ファンの方の中でも、心配のメッセージをいただいてご心配かけてしまい本当に申し訳ありません。またね、 YouTube 再開していきますので、温かく見守っててください。ということで、本日は Vlog でございます。ようやくトレーニングに対してのこうモチベーションがこうガンガンこう出てきたんでね、もう早速もうダブルスプリットから行って気合い入れ直そうかなと思います。ということで、まず朝は腕をしたいと思います。そして夜に胸をしたいと思います。それでは朝ごはん、朝ごはんは今日は僕は減量中めちゃくちゃ食べてたプロテインパンケーキを食べていきたいと思うんですけど、これね、美味しすぎてジュラシックカップ前のディプリート中、まあ、プチディプリートみたいなこう炭水化物ちょっと低くしようみたいな時は1日5食中4食それ食べてました。そんぐらいそれが好きです。それ作っていきたいと思います。やば、もう飲みすぎて全然なくなった。プロテインこちらを大体ね、30-40g ぐらいかな、 40g。 そしてここにオートミールを、次オートミールを 65g ぐらい、日清のベーキングパウダー、日清のベーキングパウダーじゃないとなんかね、あまりうまくこういい感じにプロテインパンケーキって感じになってくれないんですよね。それではね、完成したのがこちらです。プロテインパンケーキ、以前カラーリングしてもらったドットスリーさんでこちらのお芋バターをまたねいただいたので、こちらを使って食べていきたいと思います。もう減量も終わったし、ご飯も食べれるようになってきたから、しっかりたっぷりとお芋バターを使いたいと思います。いただきます。うまっ。どう美味しい、これ。これを食べたらトレーニングに行きたいと思います。Knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.心斎橋、どこだっけ、心斎橋だよね、多分雨村だ、雨村でのナスティードッグでお買い物しました。かわいいセーターゲットした。レモンチーズクリームドーナツを買いました。今日もチートデイですね。
これ。おいしい。おいしい。ね。レモン牛乳。レモンチーズ。お気に入りの帽子を探しに行きたいと思います。行きましょう。はい、トレーニング前に何食べましょう。カレー食べたいね、カレーサービスでいただいたやつ。名前何でしたっけ？パパド。パパドです。うん、うん、うん、あ、でもちょっと辛いよ。なんか不思議な味なんだよ。うん、惣菜のような。でも美味しい。うん、でっかカレー。何カレー頼んだ？これはバターチキンカレーと。え、バターチキンカレー頼んだの？あ、そうか、チキンカレー。俺もバターチキンカレー一緒じゃねえかよ。チキンバターカレー。美味しい。俺マジチーズなんずっと食いたかったんだよな。バカチーいただきます。何作ってたの？吐くぐらいトレーニングしようね。怖っ。こんな食べてんだから。夜9時から。うん。やるしかねえな。うん。これゆるい減量中だったわ。そうだ。すごいね。気づかせないね、それは。ストレス減量するわ。うん。うん、まっ、ジャンキーなの取れてないよ。すごいね、それ。うん、うん、うわっ、あっ、うわっ、お腹いっぱい持ってきた。だいぶ序盤だね。カレーつけた。チーズなんかね、ボリュームがすごいね。すごそうだね。すっごいこれ。滑らかに喋るもん。うん、こんな感じなの。うまいけど早っぱ。僕も。絶対映せん。なあすけさん、まさかそんな早い段階で俺もとか言ってないよね。の量が残っとる。これ食べてトレーニング行きたいと思います。はい、それでは雨村からアウンズジムに向かって歩いてるんですけど、ターボスパイクエグ、変身スパイク、うん、もう眠たくて眠たくてしゃあない。30分ぐらいた、あの、歩こうって言ってるんですけど、僕の気持ちはもうタクシーに乗りたい。はい、そんな感じで今アウンズジムに向かっております。コウキさんが、WFF の大会から帰国後初めて会います。サプライズでナースケも会わせましょう。お疲れ様です。あ、お邪魔します。お疲れ様です。今日サプライズで呼びました、ナースケ。多いですか？お願いします。多いですかって。Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.
拷問で向けてでは皆さん、コキさん、ラスベガスの大会お疲れ様でございます。そして皆さん今年は大会全部終わりましたね。いや今年1年よく頑張りました。乾杯、お疲れ様です。来年勝つぞ。ありがとうございます。いや飲んでください。お疲れ。ありがとうございます。ありがとうございます。やる。やる。いや、超うまいですね、これ握りつかったいや、そこにあったから知らんかったあれで、あれで8キロ持ってんの普通にやばい、うん、くん、いつが一番コンディション良かったの大会いただきますマジうまいハラミうまっ。うまっ。元気そうでよかった、ほんまに。うん、本当に。みんながずっと一緒にいてくれる。どうも、ゆくくんに、マジで悔しいわ、ほんま悩むわ、君なんですよ。エイト君見たら、エイト君の方が絶対やばいよって言ったから、確かにと思って。熱いな。ホットクとバニラです。うまい。うまい。うん、もう。うまい。ホットクにアイス乗せるの正解。増量巻きのうまいから、これはうまい。間違いない。僕らもっとうまい。もっとうまい。そうそうそう。そう思う。うまい。うまい。アップルパイの早い。まあ、うまいね。かわいい。はい。ただいま。大画面でネックさんの動画を見ております。ナスケがね、あのボディービルに興味を持ち始めたので、一緒にボディービルのここがすげえ楽しいんだぜっていうのを見ていきたいと思います。そして今日はもうチートデーなので、珍しくカールなんて食べちゃって、赤ワインなんて飲んじゃって、はい。でね、まあ変に僕のファンの方々はね、もしご心配をおかけしていましたら、こうしてなんかたくさんの友達が常に一緒にいてくれてるので、すごく助かってます。なんで元気になってますので、ここからはまたいつものエイト節で元気にやっていく姿を見せていくので、これからも何卒よろしくお願いします。そしてコメントがね、しばらくの間はもうオフにしようと思いますので、楽しい、はい、その分皆さんたくさんのいいねを、ください。じゃあ、ナスケの動画に書いてくれればいい。あ、そしたらじゃあ8へのコメントは、うん、僕へのコメントは、賛否両論ピー聞いたらさすがにちょっと俺消しちゃうかもしれない。はい、ナスケの方へコメントをよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。バーバー